の継続性の観点で特徴を持った位置区切りを指す。観点によって様々な使われ方がある。分野ごとに木という語を当てたり、代や木という字を当てることもある。歴史学的には文明の基盤や文化の様式や政治構造などに着目し、それが顕著に異なっている場合は異なった時代名をあり当てるということが行われている。地質学では、類代、 大木などを用いて、体系的に時代を区分している。歴史学上の時代名ではないが、特定の分野ごとに様々に時代を区分すること、時代という表現で区分することは広く行われている。例えば、交通をテーマとしている場合は、小船の時代、汽船の時代や、馬車の時代、自動車の時代など、マスメディアや通信をテーマとしているときは、ラジオの時代、テレビの時代、 インターネットの時代などとも使う。数族的には各分野をテーマとした時に鍵となったものや主流となったものなどに基づいてある時期を時代と表現することは広く行われている。歴史の研究ではとしては文明、政治、社会の形態の変化などによって時代を区切るということが行われているによって時代を区分することも一般的である。 例えば、ペルシア帝国の歴史について述べる場合、政権を握っていた王朝によって時代区分し、アケメネス朝時代、アルサケス朝時代、サーサーン朝時代と時代を区分する。朝は王朝の省略形である。例えば地中海の歴史について述べる場合、覇権を握っていた強力な国や帝国によって区分し、ギリシアが中心的な役割を果たした。 ヘレニズム時代ヘレニスティックピリオドローマ帝国が覇権を握っていたローマ時代ローマンタイムズビザンツ帝国が覇権を握ったビザンツ帝国期ビザンチネタイムズオスマン帝国が覇権を握っていたオスマン帝国期などに区分する中国大陸の歴史の時代区分でも王朝を用いるのが一般的で王朝名をもって時代名としていることが多い王朝が 複数乱立した時期に関しては、それがわかる、時代名としていることも多い。例えば、旗時代、漢時代、三国時代、進む時代、南北朝時代、等々等々である。日本史の場合、文化や主要な道具の名称を関して、時代名としているものと、中央政府の置かれていた場所を時代名としているものなどがある。縄文時代は、縄の文様で装飾した。 縄文土器を使う特徴を持つ文化や生活様式であったことによる。弥生時代も弥生式土器を使っていたからという理屈である。ただし、弥生という二次はこの時代とは本質的な関連はない。古墳時代は古墳が盛んに作られた時代だからという理由である。飛鳥時代も当時の文化様式を命名に用いている。 奈良時代、鎌倉時代、江戸時代などは、当時の実質的な中央政府の所在地、最高権力者の館や出務場所の所在地を、時代の名としている。地質学では、学術的、体系的な時代区分法があり、類代エオン、代、エラと、キピリオドを用いて時代名を命名している。例えば類代は太古代、現世代、建生代と大きく分ける。 例えばその一つ県政代は、古生代、中生代、新生代などに分けられ、さらに、カンブリア期、オレドビス期、ジュラ期、シロ紀、などと区分されている。なお、恐竜時代といった表現は、学術的な用語、概念というよりは、一般の人に、とりあえず理解してもらい、親しんでもらうための表現で、ある。ありがとうございます。